どうもです。こんにちは。こんばんは。おはようございます。みつです。第14回目、天神七崎異変をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は日曜日からですね、やっていきましょう。って言っても全部やってるんで、飛ばしちゃおうかな。パスできないんだよね。さあ、日曜日をすっ飛ばしてきました。改めてよろしくお願いします。会話が3つだね。七崎が猫を撫でている。驚かさないように近づこう。なんだなんだ、猫ね。黒猫かな。いたいた。なんとなく校舎に来てみたけど、これといって随分でかい猫だな。 あそこで猫を撫でてるのって、もしかして七崎かな。しかもあの黒猫はこの辺りでたまに見かけるやつだよな。ミヤちゃんが追いかけてたやつだね。もしかして校舎裏に居ついてたのって七崎が可愛がっていたからなのか？ なんだか七崎に撫でられて気持ちよさそうにしてるな。よし、猫も驚かせないように泣き真似をしながら近づいてみるか。大丈夫か？ こいつの猫は多分ニャーとかそんな感じだもんな。ほら、何言ってんのこいつみたいな。ニャーン。神林、ニャーン。行っちゃったじゃん。行っちゃった。ごめんね。ダメだったか。逃げちゃいましたね。ごめんね。ごめん。仕方ありませんよ。あの子、人見知りしますから。あの子か。確か、あの猫ってよくこの辺りにいるやつだよな。プーって言うんですよ。プー。 クマ。 へえ、黒猫のプーか。楢崎の友達って感じかな。そうですね。そうかもしれません。だとしたら、なんだか気持ちよさそうだったのも納得だよ。ほら、楢崎にああやって撫でられてさ。そうでしょうか。多分ね。なんだか羨ましいくらいで、お前も撫でられたいのか。もしかして先輩も撫でてもらいたいんですか？撫でてくれるの？いや、そういうわけじゃないけど、違うのかい？別にいいですよ。撫でてあげても。やった。マジで撫でんの？先輩、少ししゃがんでもらえますか？お、マジか。やった。やった。よかった。パーンとか されるのかと思っちゃった。なでなで。どうです？ちょっと気恥ずかしいかな。そうですか。だから返答はお前もやってあげなよ。なでなで。なんだか先輩の髪って綺麗ですね。すごいね。そんな、そう？そんなこと初めて言われたよ。でも本当のことです。へえ、髪の毛綺麗なんて言われたことねえな。そっか。なで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 。すげえなでてるね、愛ちゃん。七崎の手って不思議だな。なんだ、なんて読むんだ。日向でいいのかな、これ。日向だね。すぐこれで調べちゃう。日向みたいな暖かさがある気がするよ。なんだかすごく安らぐような。どうですか？すごくいい感じだよ。俺のバレたな。多分ワックスもつけてるからベトベトになっちゃそうですか。うな。蜜で髪の毛ベタベタとか言われそう。 悪いみたいな。よかったね。七崎、ありがとう。いえ、でも、ん？やっぱり、少し、照れますね。そうだな。と、
それじゃあ私はそろそろ。え、ちょっと水泳部の部室に寄ってから戻ろうと思ってましたので。ああ、そうなんだ。すみません、ちょっと残念そう。ううん、別にいいよ。はい、それでは失礼します。うん、バイバイ。ああ、まさか七咲に頭を撫でてもらうことになるなんてな。でも想像してた以上に気持ちよくて、なんだか得した気分だよ。またそのうち頼んでみようかな。よかったね。今度は撫でてあげなさいよ。ねえ。さて、会話だね。ちょっとやっとこうか。やってなかったかね、全然。どれも同じだね。じゃあ、2年生から行きましょう。いよん。さあ、行きましょう。相変わらずないので、世間話から手を打っていきましょう。七咲には弱点ってあるの？聞いてどうする？え、弱点ですか？うん、例えば脇腹を触られると弱いとか。お、黙ってるってことはもしかして当たりなのか？そんなの教えられません。そうだよな。あ、そっか。あ、よかった、下がるかと思っちゃった今。じゃあ運動行ってみよう。うん、いいね、当たるね。七咲が尊敬する水泳の選手って誰？尊敬ですか？やっぱな、いろいろいるもんね。たくさんいますけど、一番身近な人で言うと塚原先輩です。お、さすがだね。ああ、塚原先輩か。はい、本当に尊敬できる先輩なんです。私もあんな風になれたら。なれるんじゃない、愛ちゃん。なんか部長とかやってそうだもん、2年後に。七咲ならなれるんじゃないかね。え、そんなことは。大丈夫、きっとなれるよ。はい、ありがとうございます。いいね、そういった憧れのね、先輩いいな。じゃあどうしようかね。同じものばっかやっててもしょうがないけど、食べ物行きましょう。なかった。くそ、勇み足をするもんじゃねえな。ごめんなさい、運動に逃げます。あ、ない、運動もねえのかい。くそ、完全にタイミングを間違えたね。じゃあここはもう一回運動に逃げます。七咲は音楽を聴きながらランニングをしたりするの？いえ、私はしませんね。ああ、そうなんだ。はい、周りの音が聞こえていないとなんだか不安になってしまうので。ああ、車とか危ないもんね。まあ、集中したい気持ちはありますが、事故に対する予防はしておかないと。そうね、うん、大事なことだと思うよ。そうですよね。うん、よしよしよし。まあ元からね、アタックは狙えなかったんで微妙でしたが、よし。さて、会話じゃんじゃんいっちゃいましょう。ちょっとね、埋めておかないとね、星が出た時にスムーズにいけなくなっちゃう可能性がありますので。運動行こう。運動2個ですね。水泳部のトレーニングって厳しいの？厳しいと思います。へえ。ただ塚原先輩をはじめとして他の部員も頑張っていますから。なるほどね。私は一人じゃないという感じですね。すごく練習にもやりがいがあるんです。おお、いいですね。へえ、それはいい環境じゃないか。はい、私もそう思ってます。いいね。さあ、次、娯楽かな。あったね。何かの作品を見たり聞いたりして泣いたことってある？私はよくありますよ。おお。この間も漫画を読んでいて、ついうるっとなってしまいました。ああ、漫画はね。そうなんだ。ね、感動的なシーンには特に弱いんです。うん、いいね。いいねしか言ってないさっきから。じゃあ世間話行こう。違った。
もうだいぶね、飛んでくるスピードによってね、分かるようになってきちゃった俺当たりだか外れだか。やべえな、どんだけ俺やってんだ。ちょっとじゃあ世間話もう一回。はい、違うねちょっとね、早いんですよもう今度こそ世間話3連発。違うのかよ、なんだよ、ふざけんなよ。ごめんね愛ちゃん、下手くそで同じものしか打たないからな。勉強だったか。さあ放課後イベントが来たね。いた、もっと七崎のそばにいたい。今すぐプールに向かおう。うん、これ行ってみましょう。ごめんなローテンションだけど、いっぱいいるぞ女の子まだ。七崎はいるかな、部活前だから多分ここに来てると思うんだけど。なんだか少しだけでもいいからそばにいて話がしたいんだよな。完全にもう好きになってんな。お、いたいた、だから来るなって言われたでしょ。よし、練習前にちょっと声をかけてみるとするかな。あ、ちょっといい？あらら、塚原先輩に捕まった。え？ごめんなさい。あ、塚原先輩。あなた、七崎に会いに来たんでしょ？来ましたよ。え、ああ、はい。そう、やっぱりね。ああ、練習が始まる前には帰りますから。ええ。あら？なんでしょう？どうかしたんですか？なんだ？塚原先輩？ねえ、少し聞きたいことがあるんだけど、いいかな？聞きたいことですか？そう、七崎のこと。なんだなんだ？七崎の？なんだなんだ？おお、なんだなんだ？このカットは。実はね、ここ最近七崎の様子が少しおかしいのよね。すごい、会話をしていく中でこの愛ちゃんの絵を出すのはまあいいけどさ、嬉しいけれども。え、なんだかぼんやりしてることが多い上に練習にも身が入ってないようなの。あら、恋が原因ですか。かわいいね。今まではこんなことなかったんだけど。そうなんですか。ええ、しかも原因がわからないから対処のしようがなくて。七崎が伸びなくなっちゃったんだね。君、七崎から何か聞いてない？いえ、僕は何も。そう、君ならって思ったんだけど。すみません。ううん、それならいいの。塚原先輩、本当に心配なんだろうな、こんなに必死に七崎のこと。あ、ねえ。あ、はい。後輩。すみません、塚原先輩。え、あ、ちょっと待って、今行くわ。まだ途中なのに呼ばれちゃった。そうみたいですね。せっかく君に時間をもらったのに、こんな中途半端に終わりだなんて。いえ、いいんです。気にしないでください。そう言ってくれると助かるわ。それじゃあ、私は部活に戻るわ。ああ、はい。さよなら。七崎の様子が、か。確かに気になるよな。あれかな、スランプ的な感じか。よし、そのうちお昼にでも誘って。事情を聞いてみるとするか。と、今日はもう練習が始まるからおとなしく戻っておくとしよう。結局愛ちゃんとは喋れなかったね。うん、帰りましょう。お、いいね。あとは星のイベントだね。あとデート。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。 Yes、 頑張ってね、ニーニー。うん、俺よりも今愛ちゃんを応援しなきゃだね。タイムが伸びてないっていうからね。よし、じゃあごめんなさい、今回はちょっと短いかもしれませんが、ここまでにしておきましょうか。まだね、調子乗ってね、火曜日もやりますとか言っちゃうとね、伸びちゃうんで、ツイッターとブログ相変わらずやっております。ぜひ覗いてみてください。では次回の実況でまたお会いしましょう。バイバイ。